こちらチャンネルをご覧の皆様、こんばんは、いっちょです。本日の動画ではですね、ちょっと前回の動画で、GU さんの1500円で買えるね、スウェットプルパーカーというアイテムを、ご紹介させていただいたんですけど、今回はその続きみたいな感じでですね、パーカーを使った、コーディネートを50スタイル、ご紹介するとともにですね、僕が今持ってる、パーカーをすべてご紹介したいと思います。それからちょっとパーカーを使った、着こなし、どんな着こなしができるの？あとこの色によってどのような使い方をしているかなどもいろいろと解説させていただきたいと思います。まあね、普段パーカー挑戦したことないなって人とか、パーカーの使い方いまいちわかんないなっていう方なんかも、まあこの動画見ていただければある程度、パーカーの使い方とか、パーカーのなんかこう使い分け方、合わせるアイテムの合わせ方などもいろいろと、参考になるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひこれからパーカースタイルちょっと挑戦してみたいなと思ってる方、それからパーカーいまいち使いこなせない方は、最後までご覧いただければと思います。それではですね、まあ早速なんですけど、まずは、パーカーを使ったスタイリング、ちょっと僕のパソコンに入ってる、画像だけで、ちょっとここ1年間ぐらいの、スタイリングになってしまうんですけど、50スタイル、ご用意しました。まあ僕が着てるものだけじゃなくて、ちょっとお店のスタッフとかが、着てるものも混ぜて50スタイルなんですけど、参考になるかなと思うので、まずはパーカーを使ったスタイリング50スタイルご覧いただきたいと思います。それではどうぞ。
いかがだったでしょうか、パーカ使ったスタイリング50スタイルご紹介させていただきました。まあ、本当にねあんまりパーカー普段から、着ない方も、まあ、着る方もいると思うんですけど、まあ、パーカーって実際すごい優秀なアイテムだなと思ってて、まあ、やっぱりこうインナーで使うときに、まあ、ニットクルーネックのニットとかあとタートルネック、まあ、モックネック、使うことが一般的ですけど、やっぱりねここにパーカーここにフードがあることによって結構アウターの見た目もだいぶやっぱ普通のクルーネックとかタートルネックとかよりもまた雰囲気が変わってくれるので、それがパーカーの、一番の良さかなっていうふうに思います。まあ、やっぱりねアウターの着こなしってどうしてもこう一辺倒になっちゃって、一つのアウター持ってたらやっぱり何パターンかある程度ね着こなし考えたいけど、やっぱりこうインナーちょこっと変えるぐらいだとあんまり見た目って変わらないと思うんですけど、やっぱりパーカーをレイヤードしてあげることによってだいぶアウターの見た目も変わってくれるので、そういった意味ではこう日々のねやっぱコーディネートをマンネリ化させないっていうところでパーカーは非常に、重要なアイテムかなっていうふうに思います。でここからはですねちょっと僕今持ってるパーカーを全部、持ってきたので、僕の持ってるパーカーを、ご紹介させていただこうと思います。でまずは、前回も動画でご紹介させていただきましたけど、GU さんのスウェットプルパーカーシリーズですね。はい、こちらグレー、ダークグレー、あとはダークパープルですね。この3色を、持っております。まあ、去年、ちょうど1年ぐらい前にこちらのグレーのスウェットプルパーカーを買って、今年このダークグレーとダークパープル、買い足した感じなんですけど、まあグレーは無難に本当にいろんななんかコーディネートに使えるので、まあ持っといてまず間違いないなっていうところと、自分としてもかなり使いやすい。本当にあんまりこの薄いグレーの色味で合わないアウターってないんじゃないかなっていうぐらい本当に万能に、使えるアイテムですね。まあその代わりなんかこうみんなと被ってしまうっていうところで、あんまりなんかこう個性を出すってなると難しいアイテムかなと思うんですけど、まあその代わり本当にどんなアウターとも万能に馴染んでくれるので、グレーのパーカーはもうメインで一番使いやすい僕はパーカーかなっていうふうに思ってます。
それから続いてこちらのダークグレーですね。やっぱりこの明るいグレーと比べてダークグレーだとだいぶ表情が変わるので、少し大人っぽい印象にダークグレーよりはなるかなって感じ。まあダークこの薄いグレーだと結構ストリートっぽいカジュアルっぽい雰囲気になりがちなんですけど、ダークグレーだとまあある程度コートとかに合わせてもなんかこのモード感というかちょっとシックな印象がそこまでなんかこう失われずになんかコーディネートにちょい足しできるので、まあなんかカジュアルダウンといってもカジュアルダウンしすぎないぐらいのテンションで使えるのが結構このダークグレーのいいところかなっていうふうに思います。まあ、あとやっぱりちょっとこの薄いね、一般的なグレーとまたちょっと違った雰囲気出るので、まあそういった意味ではこうまあ普通感がよりないコーディネートに落とし込むときに結構このダークグレーとか使いやすいかなって思います。まあ、それからあとこのパープルですね。まあパープルのパーカーも僕結構ね、このパープルのパーカー買う前から割とスタイリングでは、使うことの多い、アイテムなんですけど、まあ基本的にあんまりパープルのパーカーってね、まあ今回 GU さんで買いましたけど、古着とかでもほとんど出てこないので、なかなか見つけにくい、色味ではあるんですけど、やっぱりパーカーでこのパープルの色味持っとくと、やっぱりみんなが持ってない分、ちょっと目新しいコーディネートになりやすいというか、まあ差し色としてやっぱりいろんなコーディネートに落とし込んだ時に、なんかどっかこのやっぱりパープルの違和感みたいなものが僕の中では結構新鮮で、割と使うことの、多い色味ですね。まあ、割とコーディネートに落とし込むなら、オールブラックとかのコーディネートにこう紫を差してあげるっていうコーディネートが多いかなって思います。まあ、割と紫って万能に結構いろんな色と相性いいんですけど、特に黒との相性が僕すごいいいなと思って、なんか黒に対してグレーのパーカーとか使ってしまうとちょっと抜けすぎてしまう、かといって黒に対して黒のパーカーを合わせるとなんかこうねワントーンでちょっと地味すぎるかなっていうところで、紫って結構絶妙なテンションであんまりカジュアルダウンもしすぎず、なんかこうねオールブラックのコーディネートともまた差別化できて非常に使いやすいので、結構紫のパーカーは僕は使いやすいなと思って、気に入ってるアイテムですね。それからね、ご紹介させていただくのが、こちら。こちらの二つもね、今年の秋に、買い足したパーカーなんですけど、ウルっていうドメスティックブランドさんの、パーカーになります。こちらがちょっとくすんだラズベリーピンクみたいな色味ですね。こちらはよく見るとこういうちょっとパイル地になっているパーカーでございます。でそれからあとこちら、マスタードって言えばいいのかな、まあ、マスタードでもちょっと一般的なマスタードとはちょっと違った風合いの、まあなんか古着っぽい加工がされた、色味のマスタードの、スウェットパーカーですね。まあ、この2つ、今年ちょっと秋冬に差し色にしたいなと思って、買い足しました。まあ、GU さんのパーカーとはやっぱりまたちょっと風合いが違って、よりクタッとしてて発色もまあちょっと繊細な色味で、まあそういった意味では結構こう GU なんかよりもよりちょっとこう個性的ななんか雰囲気が差し色で出てくれるようなパーカー2色になりますね。まあこのピンクのパーカーに関しては今のところ結構なんか自分でね、今回画像をまとめてて気づいたんですけど、ネイビーに刺すことが多いかなっていう感じがします。割と黒とかに合わせる時だとなんか違う色使いがちなんですけど、ネイビーに対しては割とこのピンク使うことが多くて、で結構ね、ピンクはピンクでもくすんだピンクなので、あんまり可愛くなりすぎないところがすごい気に入ってて、やっぱり結構ねこう薄いピンクとかだとどうしても可愛いイメージになってしまってあんまり締まりが出ないんですけど、このくすんだピンクだといい感じに差し色になってくれるけど、そんな可愛くもなりすぎない、なんか絶妙なテンションでなんかコーディネートまあ馴染んでくれるので、まあパイル地ってところはあんまり僕の中では関係なくて、結構この色味で選んでるんですけど、まあなんかこのパイル地の風合いとかもまたちょっとアクセントにもなってくれるし、まあなんか1枚で着てあげても全然ね、こういうパイル地だったらそんなに普通のパーカーとも差別化できていいのかなっていうところで、割とこのピンクのパーカーも気に入ってます。でそれからこちら、マスタードのパーカーなんですけど、マスタードに関しても本当に差し色として優秀で、やっぱりねインナーで1個トーンを上げてくれるので、まあ黒みたいなスタイリングに落とし込む時も結構このマスタード入れてあげるとだいぶこうポップでなんかこう
なんつうんだろうな、ちょっと華やかな印象にしてくれますし、意外とカーキとか割とミリタリー系のね、アイテムとかと合わせるときも、こういう色味を差し込んであげると、まあ割とポップな印象になって、このミリタリーならではのちょっと武骨さみたいなものをよりカジュアルに着やすくしてくれたりもしますし、本当にこのマスタードも、万能で僕よく使いますね。で、コーディネートの中では、マスタードのアノラックパーカー、ユニクロさんで去年買ったものですね。そちらも結構使ってたんですけど、まあこういうスウェット地だけじゃなくて、ほんとちょっとナイロン地とかポリエステル地の光沢のあるものも、意外とパーカー、まあインナーでレイヤードした時とかは優秀で、スウェットって割とこうコーディネートに馴染んでくれるけど、それに対して結構アノラックパーカーとかだと、なんかこうコーディネートで浮いてくれる感じが僕は非常に気に入ってて、マスタードだったらね、もうちょっと今前にプレゼント企画でプレゼントしちゃって持ってないんですけど、まあけど結構マスタードのアノラックパーカーとかもめちゃくちゃ使いやすかったなっていう印象があって、まあ結構インナーで使うんだったらマスタードもすごい使いやすいかなっていうふうに思います。個人的にあんまりマスタードのニットとかなんかカットソーになってくるとちょっと使いにくいなっていう印象は多少あるんですけど、パーカーに関してはマスタードは本当万能だなっていうふうに思うので、特にね結構デニムとかのだったり黒みたいな、色味に差し込むにはすごい優秀なので、まあマスタード、まあ、あとまあピンクも優秀ですけどね、もう本当どちらもすごい気に入っております。で、あと、一つねよく使ってる、パーカーなんですけど、こちら、GU さんのこちらヘビオンスのタイプの、パーカーになります。このね前回紹介したスウェットプルパーカー、GU さんのスウェットプルパーカーよりも、よりこう生地に張りがあって、まあ、あと、ここのね、リバースウィーブの、デザインになってるので、まあ、なんかこう古着ならではの、ちょっと今僕が着てるね、このパーカーもチャンピオンの、リバースウィーブのものなんですけど、割とこうチャンピオンのパーカーに寄せて作ってる GU さんの、まあ、パーカーのシリーズで、このパーカーに関しては、レイヤードするときは、ちょっと生地に張りがあったり、割と厚みがあるので、まあ結構ね、インナーでかさばったりして、ちょっとインナー使いはしづらいんですけど、その分、1枚で着たときの見た目は割と良くて、あとね、フードのね、結構ボリューム感が全然違うんですよね。こっちのやっぱスウェットプルパーカーだと、フードがこのくらいしか、ね、ボリュームないのに対して、こっちのパーカーもものすごいボリュームがあって、まあ、このなんかパーカーのボリューム感が、フードのボリューム感が割とレイヤードした時はちょっとかさばったり邪魔だったりするので、そう、レイヤードする時にはあんまりこのフード僕は好きじゃないんですけど、けどやっぱり1枚で着る時はこのくらいね、フードにボリュームがあった方がパーカー1枚で着る時に格好がつくので、まあ、パーカー1枚でちょっと出歩きたい時はこちらのヘビーウェイト系を、僕は使うことが多いです。まあ、このチャンピオンのね、パーカーとかも結構本当になんか1枚で着ててもこうやってデニム合わせるだけで格好がつくので、まあ、割とパーカー1枚で着たいなって時は僕はこのヘビーウェイトシリーズを着るようにしてて、レイヤードしたいなって時はちょっとこのペラペラ系の割とクタッと、落ちるようなシルエットが出るような、まあ、パーカーを選ぶかなっていうふうに思います。はい、で最後はですねこちら、ベッドフォードさんの白のアノラックパーカーになります。まあアノラックパーカーはまたねちょっとスウェットパーカーと本当になんかインナーで使った時も雰囲気違く着られて、まあなんかやっぱり素材感がねスウェットとは異なるので発色もスウェットのパーカーとだいぶ違いますし、やっぱりインナーのアクセントとして少しこうなんつうんだろうなモードな印象にしたい時とか、やっぱり普通のパーカーよりもよりソリッドでなんかこうスタイリッシュな印象にしたい時とかは、まあ、こちらの僕は結構ナイロン製のアノラックパーカーとかを、着るかなと思います。割とね、ナイロン製のアノラックパーカーとか、かさばるものもあるんですけど、こう、落ち感の強いものとかだったり、薄手のものだったりすると、割とインナーでもかさばらないので使いやすいです。であと1枚で着た時も、まあ、パーカーよりもより、こう、アウター感はしっかり出てくれるので、1枚でも着やすいですし、もうほんとね、アノラックパーカー結構何個か持ってて、結局全部手放してしまったんですけど、まあ今はちょっとこれだけ、残しておいてて、まあほんとにけどアノラックパーカーアノラックパーカーで、またほんとスウェットパーカーとは違った、印象でインナーでもレイヤードできるので、意外とこういうアノラックパーカーをあえてインナー用に、持っといてみるのも、コーディネートのバリエーションを増やすってことにおいてはすごいいいと思います。
はい、一応ね、今持ってる僕の、パーカーを、全てご紹介させていただいたんですけど、他にも割と使いやすい色味だと、結構着画でも使ってたんですけど、こうくすんだブルーの色味とかも結構使いやすいかなって思います。まあくすんだブルーとかだと結構まあグレーに割と近い印象で、まあベージュとかに組み合わせるにもいいですし、まあ黒系に合わせるにもいいですし、比較的いろんなこうアウターの色味とも相性がいいので、くすんだブルーの色味とかも使いやすいかなって思いました。で結構ね、僕あんまりビビットカラーのパーカーを今持ってないんですけど、まあなんでかっていうと、ビビットカラーのねパーカーってまあどちらかというと秋よりは春に、使うことが多いと思うんですけど、春ってねあんまりパーカーをレイヤードして使わないんですよね。まあなんか1枚でパーカー着たいなっていうことはあっても、あんまりこうパーカーをレイヤードして着たい時期じゃないというか、パーカーをレイヤードすると少し春とかだと暑いなっていう印象になってしまうので、わりかしこういうくすみ系のね色味だと秋冬とかで、使い回しが効くので便利だなって思うんですけど、割と発色のいいパーカーってそこまで出番がないので、自分の中でも優先度があんまり高くなくて使わないことが多くて、発色のいいパーカーに関しては僕はなんか今までまあ結構買ってきて実際に使ったこともありますけど、あんまりなんか使いやすいなっていう印象がないので、まあ、個人的にパーカーをこうインナーで考えて使うってなると、やっぱりくすみ系の色味が割と優秀かなっていうふうに思います。まあ結構ね、また冬終わり、冬からちょっと春にかけてみたいなタイミングになってくると、割とこう冬物のアウター着てても少し春っぽさを演出したいなっていうところで、そういう時期なんかはこうビビッドなパーカーとか持っていただく、まあ、持っていただいてると冬場のアウターでも春っぽい着こなしをするみたいなとこで、まあ使えたりはするんですけど、まあけど今時期に買うんだったらやっぱりこういうくすみ系の色味で、まあパーカーは買ってもらえるとより長い時期、着られるかなと思います。で、あとパーカーに関しては個人的にはあんまりなんかこうプリントが入ったものよりは無地のものの方が使いやすいかなって思います。まあ一枚で着るんだったら別にね、こうやってプリントが入ったものとかの方が、まあむしろ無地のものよりも華やかな印象になりますし、まあやっぱデザイン性も効いてるので使いやすいかなって思うんですけど、やっぱりインナーで使うっていう前提を考えると、結構このプリント部分がどうしてもね、レイヤードした時に邪魔になってしまって、なんかこのグレー単色なら使いやすいのに、この赤のプリントがあることによって結構合わせるアウター限定されてしまうなっていうことも、多々あるので、まあそういった意味ではインナーでパーカーを使うって考えると、あんまりプリントが乗ったものとかは、まあ購入しない方がいいのかなっていうふうに僕は思います。まあなので結構、やっぱり GU さんでね、1500円でこの辺のパーカーは買えますし、やっぱりパーカーはある程度種類豊富に持っといた方がいいかなっていうふうに思うので、まあ僕のね、おすすめの結構この辺のカラーリングのものを、まあ割と、パーカー今まで着たことない人もちょっと持っといてあげると結構いろんな着こなしの、幅が広がると思うので、まあぜひぜひおすすめしたいかなと思います。で、ここからですね、ちょっと、パーカーの使い方について、まあ前回も説明したんですけど、今回も軽くおさらいという形で説明したいと思います。まあまずはですね、パーカー使うときにカチッとした、まあコートとかに、はめるっていう使い方ですね。まあカチッとしたやっぱコートとかだとどうしてもこうシュッとしたなんつうんだろうな雰囲気になってしまいがちなんですけど、パーカー1枚入れてあげるだけでかなり、ラフな雰囲気になってくれます。基本的にはやっぱりパーカーがあることによって本当にコートならではのカチッとしたスタイリングもこうカジュアルになってくれるので、ちょっとこうコートスタイルでも休日感をなんか出したいとき、まあリラックスムード、作りたいときなんかはこうやってパーカーレイヤードしてあげるのがいいかなっていうふうに思います。まあ、それからやっぱりオールブラックのコーディネートなんかにこうちょっとなんか重たすぎるなって時の差し色で使ってあげるパターンですね。まあなんか前閉じてても開けててもいいですけど、まあ基本的にはやっぱフード部分は絶対こう見えてくれるので、そういった意味ではフード部分で一個こう差し色がつくことによってコーディネート華やかにしてくれるかなっていうところで、まあオールブラックのコーディネートなんかは比較的僕はパーカー合わせることが多いかなっていうふうに思いました。まあそれからやっぱりね、よく使うパターンとしては結構スタジャンとかに合わせてはパーカーを中に入れることが多いかなと思って、スタジャンってね意外とこうシルエット的に特に古着のものだったりすると
こうなんつうのボテッとしたなんかシルエットで割と1枚で着るとしっくりこないパターンが多くて、まあ、中にパーカーを入れてあげるとこのフード部分でボリュームが出てくれるのでスタジャンならではのこうボテッとしたシルエットに対してパーカーのフードがうまく、コーディネートのバランス取ってくれるので比較的スタジャンのコーディネートをするときは僕はパーカーとかでバランスを取ってあげるっていうコーディネートをよくするかなと思います。まあ、あとはですね、ちょっと大きめの例えばシャツだったりまあアウターとかに対して結構ねこう大きめのサイズ感で買ったはいいものの、ちょっとこうバランス取りづらいなっていう時なんかに、パーカーをインナーでレイヤードするパターンですね。まあこのコーディネートとかもそうですけど、やっぱり結構オーバーサイズのこのチェックシャツとか、着て、なんかこう、中にフードがないとどうしてもバランスが取れなかったりはするんですけど、やっぱり中にフードをこうね、レイヤードしてあげることによってバランス取れるようなコーディネートもありますし、やっぱりこういうねミリタリー系のアイテム合わせるときなんかもどうしてもミリタリーでちょっと武骨な印象でなんか似合わないなって思ってもパーカー1枚入れてあげるだけで少し柔らかい印象になってくれるので意外とこういうアイテムも着こなせたりとか、まあ、割とこうパーカーってやっぱりこうカジュアルダウンしてくれるような要素があるのでそういった意味ではなんか普段こうねあんまり1枚で着ても似合わないなっていうアイテムもパーカーを入れてあげることによってバランスが取れて似合うようになるみたいなことは多いのかなっていうふうに思います。あとは結構こういう使い方も僕は好きでなんかまあこうオールブラックのこれコーディネートになりますけどやっぱりこう黒の、ナイロン製のあのラックパーカーをこうインナーに使ってるんですけどやっぱりこうね、なんかスウェットのパーカーだと普通な印象になりますけど割とこう素材でちょっとナイロンのものとかをねこういうとこに差し込んであげるだけでだいぶ雰囲気って変わってくれるのでまああのラックパーカーとかだとやっぱりこうちょっと地味なコーディネートにワンアクセント入れたいなって時なんかに使うかなって思います。まあこのコーディネートとかだと今度なんかこうフード普通のフードのねスウェットのフードとかを入れてしまうとあんまりアクセントとして弱いなっていうところであえてこうやってね、あのラックパーカー入れることで少しこう違和感を出してあげてコーディネートを華やかにするちょっとなんかこうエッジの効いたコーディネートにするっていうまあコーディネートとかもよくするかなっていうふうに思います。まあ本当にね結構いろんななんか着こなしにおいてパーカーがあるだけで本当に着こなせるような洋服ってたくさんあると思うのでまあぜひぜひ皆様もちょっと僕の今回のなんかコーディネートを参考にですね、まあ、パーカーを使ったコーディネートも挑戦していただければと思います。まあ、本当に着こなしの幅はかなり広がると思うので普段あんまり挑戦しなかったようなアイテムもパーカーあるだけでなんか似合ってくれるような、アイテムってたくさんあると思いますしまあ、あと結構ね、被り物とかよくする人だったりすると、結構パーカーと被り物って非常に相性が良かったりするので、割とね、なんかこうコートに対して普通のクルネックのニットだとあんまりキャップとかって合わなかったりしますけど、なんかコートにパーカー合わせるとキャップも相性良くなったりとかもするので、まあ本当そういった意味ではパーカーって結構ね、なんか、普段取り入れないアイテムとかも取り入れやすくしてくれる結構便利なアイテムだったりもするので、まあ、ぜひぜひ、着こなし参考にしてみてください。はい、ということで、今回はですね、パーカーを使った50スタイルの、コーディネートと、あと僕の持ってる、パーカーをご紹介するとともに、あとパーカーの使い方などもいろいろと解説させていただきました。ぜひですね、この動画参考になったよという方いらっしゃいましたら、高評価ボタン押していただけると嬉しいなと思います。それからコメントなどもどしどし受け付けております。まあなんか、パーカーに関する、質問なども受け付けておりますし、まあ、あとこの動画の感想なども、良ければ書き込んでいただけると嬉しいなと思います。で僕ですね、普段は渋谷と原宿の間で、コドナという、古着屋さんをやっております。そこのお店の中でも、接客させていただいて、まあお客様に、似合うコーディネートなどもいろいろとご提案させていただいておりますので、もし興味ある方はぜひお店の方にも遊びに来ていただければと思います。お店の情報に関しては、概要欄に貼ってありますので、ぜひそちらからチェックしてみてください。はい、そんな感じで今回の動画を終わりたいと思います。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。いっちょでした。We'll be right back.